県の水道事業の運営権を一括して民間に売却する宮城型管理運営方式について県はきょう運営会社と実施契約を結びましたこれで来年4月から全国で初めて上下水道と工業用水を一括して民間企業が運営することになります宮城型管理運営方式は県が所有する上下水道と工業用水の運営権を 20年間一括して民間に売却するものです。民間のノウハウを取り入れて事業費を削減し、水道料金の将来的な値上げを抑えるのが目的で、県は今年6月の県議会に関連議案を提出し可決されました。県によりますと、国の許可が下りたことから、きょう県は運営会社である水結びマネジメント宮城と契約を結んだということです。 水結びマネジメント宮城は水処理事業の国内最大手メタウォーターをはじめオリックスや日立製作所など10社が株主となり作られた企業です村井知事は民間による運営に不安の声が上がっていることを踏まえきょうの定例会見では安全性について改めて強調しました あくまでも所有権は宮城にありますので、最終的な責任はすべて県にあるということで、しっかりとチェックをしながら、ですね、外部の目も入れながら、経営状況、あるいは水質、こういったようなものをチェックをしてまいりたいというふうに思います。民間企業による上下水道と工業用水の一括運営は全国で初めてで、来年4月から始まります。